明日へ、共に誰もが自分らしく生きる共生社会へ。この番組は長野県の企画で制作しています。佐久市を拠点に活動している県内で唯一の障害者野球チーム、シナノレッドスターズ。2000年に発足したこのチームは、知的障害や身体障害のあるメンバーが県内全域から参加しています。私の場合は、右足の膝2分の1、切断ということで、義足を使って、生活しています。15の時にちょっと脳梗塞になりまして、ちょっと左半身後遺症がありまして、あと体幹っていうバランスを取る筋肉の障害が見られるので。チーム発足当初から現在まで20年以上監督を務めている重田監督。過去に全国大会でベスト4の成績を収めるなど、精力的にチームを率いてきました。野球を好きな人がみんなで集まって、私はそれを、まあ、一応監督という名前はついてますけれど、私も野球好きで野球やってきたもんで、それを、まあ、みんなと一緒に今野球を楽しんでます。さまざまな障害があっても野球を楽しむことができている背景には、地域のさまざまな人たちからの積極的な支援があります。この障害者大会が8月に行われる、また千葉県まで出てってということで、非常にその費用的なことも負担にかかっているというお話を聞いたもんですから、個人として何ができるかということを考えたときに、まあ、微力ながら支援してまいりたいと率直に思った次第であります。サポートとしては、人的支援、人を練習その他のことにたくさん派遣するというような形での支援になります。彼らが必死に走ったり必死に守ったりっていうことに我々自身が感動をもらえて、スポーツの本当の楽しみってこういうところにあるんだっていうのが実感できるので、みんな自主的にここに集まってくれると。この日は静岡県から来た障害者のチームと交流試合を行いました。私からお願いしたわけじゃないですけど、自然にこういう交流のあれができましたし、やっぱり知り合いがずっと増えたです。まあ、一番はそれが私の財産だと思ってます。まあ、チームの人たちもね。障害者スポーツを通じて、障害のあるなしに関わらず、地域から全国に交流の輪が広がっています。